ちょい久々のダンカブー。今日は新ガチャに連続。疾走感、爽快感が最高。新 SSR 社名丸来ました。これはぜひとも欲しいですな。新 SR は、プリズムリバー3姉妹より、メルラン。しかもエンブレム排出率3倍、2連続新ガチャ、これは嬉しい。じゃあまずはエクゼ10連チケット。石も10連分しかないからな。ここで紙引き来てくれたら最高なんだが。お、黄色更新マーク確認からの。使ったー。あるよこれ、新キャラ2枚抜き。はい、1枚目から新 SR メルランからの。行くぜ、勝負の虹色。あ、はい、終わった。3体目ぐらいのナズリン。まあまあでも爆死回避に新 SR 確保、決して悪くない出だしです。だな、切り替えて次行こう。そいじゃ見たまえ、40連。さあ今度は光らないからの。金色は多めだが爆死。じゃあ例なんか知らんけど増えてた見た玉石で追加30連いくぞ。課金しただけだろ。カモン社名丸。からないけども、けども。ぐ、連続爆死か。まあまだたったの30連。さあ30連続爆死はやめてほしいか。おお、ここで黄色の更新マーク。これは来たっしょ、ねえ。からないからの。え、虹色なしと思ったら。天狗が切り開くのです。来てくれてたようだな、よかった。はい、爽快かわいい、最高。40連で確保か、全然悪くないです、満足。からのこの後、1枚余ってたガチャチケット回した結果見てこれ。エンブレム3倍だからノリで回したのですが。まさかの単発虹色からの。単発金文字最強引き。邪魔をしないの。ただね、まさかのエンブレムかぶり、過去に引いていたエンブレムサトリさんでした。まあかぶりでも単発エンブレムはとってもスペシャルな気分でオッケー。このミラクル単発エンブレムからの本日、来ましたガチャ更新。はい、ダンカブももうすっかり春らら。ヤクモランさん来たー。猫ちゃんかわいい。そして新 SR も猫猫猫ガチャ。大々さん、どっちも可愛いけども特に推しってわけではないので、軽くガチャ予定。この新曲は本日最後に挑戦。それじゃあガチャ行きましょう。社名丸、エンブレムからの良い流れ。現在、御霊石はわずか10連分だけど、チケットは2枚豪華なのが、でも最強ピックアップ SSR 確定チケは温存したいので、10連と SSR 確定チケに全てを託す。最近仕事しない SSR 確定チケット。あ、もちろん10連でランさん出たら使わないけど。しゃ、じゃあ行くぜ、石10連から。光らないか、残念。からの爆死か、残念。新 SR の大々さんも来ないが、まあ SR は今後のガチャで確保簡単だと思うので。勝負はここ、ピックアップじゃないと確保が難しい SSR、ランさん一点狙い。SSR 確定チケット、解放です。で、ここは光ってもいいやないの、 SSR 確定なんだから。頼むよ、初見のセリフ。
こういう日々もたまにはいいでしょう。ハイガチャ引きすぎてもうすぐにセリフでかぶりかわかる我々。久しぶりとした SSR 買ってきて、ランさんも書こう。ってことでね、シャメイマルにランさんも確保でウキウキからの目指せ全曲エクストラフルコンのコーナー。先日ついに最高難易度レベルの末裔ナイトバグも無事にフルコン、数えたら8割ぐらいまでエクストラフルコン達成できてました。やはり残っているのは大体難易度エクストラ最高24の楽曲たち。よし、そんな中ね、この新曲は優しめの難易度22なので、主ちゃちゃっと頼むぜ。任せろ、集中。あ、やるわね。よし、まずは100コンポ。いいよ、特にまだ問題ないっすな。楽しくなってきたな。超ロング青のオス。これでどう？そこ？だがあまりひねってないからこれも余裕。当てる。やるわ。いざ。これでどう？難易度下げも感じない。22って感じの譜面です。むしろここまでは22でも簡単すぎ。第三曲コンボ。動け。そこ。やるわ。はいはい、くらえ。私に任せな。あっという間の400。はあ。それ。あれ、これはもう余裕コースかな。500コンボいいぞ。そろそろ終わりにさせてもらう。よいしょ。はあ、よし。これならどうよ。おお、ここちょっと焦ったで、さすがに来たかちょいむずゾーン。でもしっかりコンボ継続で600。そこ楽しくなってきたぞ。よさっき、よいしょ。はいはい、よし。はい、700、多分あと少し。よいしょ。惜しい、山も越えた感じだな、もう。やるわ。そこ。それ。よいしょ。そこ。8曲、結構長い1曲。でお、終わったか。くらえ。はい、出ました。七色のフルコンの文字、これを見たら油断してオッケー。たまに終わったと見せかけて終わらない曲とかあるからな。ってことで以上、そろそろゴールが見えてきた。全曲エクストラフルコンでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。